オルガネラ DNA は、新核生物の細胞核の外の細胞小器官に含まれる DNA である。このタイプの DNA に高度される形質は、動物では、一般的には、細胞質遺伝と呼ばれる過程で父ではなく、母から子孫に受け継がれる。母系遺伝の形式が優勢である理由としては、多くの場合、母からもたらされる卵は、オスの精細法よりも大きく、 オルガネラ DNA が存在するオルガネラをより多く持っていることが一因であると考えられる。母系遺伝が最も一般的であるが、不系遺伝や両系遺伝のパターンも存在する。後者の2つのパターンの遺伝は植物で最も多く見られる。オルガネラ DNA の組み換えは非常に限定的であり、このことは オルガネラ DNA にコードされる形質は世代を超えて維持される可能性が高いことを意味する。ミトコンドリア DNA の構造と一葉緑体、DNA のゲノムと構造。この図はタバコの葉緑体ゲノムを示している。複数の染色体中に線状の分子として存在する核 DNA とは異なり、葉緑体やミトコンドリアの 全ゲノムは日本差環状 DNA の単一の分子状に存在する。これは最近の染色体と極めて似た構造である。ありがとうございます。